チョコを作るならあれとこれとあとついでにうちのチビたちのお菓子を買って。あれ、マホだ。あ、ユカさん、そっちも何か買い物ですか？うん、バレンタインにピキピキのメンバーへ渡すチョコの買い出し。マホは？実はハピアラでも友チョコをやることになったんですけど。手作りチョコの個性で勝負するってわけか。面白そうね。盛り上がるとは思うんだけど、私の個性ってなんだろうなって悩んでたりもするんですよね。魔法は真面目だね。それが魔法の個性なんじゃない？真面目なチョコ、それってどういうのだろう。腹筋のような。そうだ、板チョコとか。ああ、ゆかさんみたいな性格だと毎日楽しそうですね。あ、私は真面目じゃないって言いたい？私だって真面目に考えることもあるよ。日々のトレーニングのプログラムとかさ。ゆかさんらしいです。それが私だからね。多分自分らしさって真面目にやってれば自然に出てくるもんじゃないかな。真面目に考えて作ろうって思った形が魔法のチョコになると思うけどな。自然にか。確かにそんな気もしますね。でしょ？だから難しく考えずにドーンとやってみたら？わかりました。ありがとうございます。もしうまく作れたら、ゆかさんにも私のチョコを食べてほしいです。お、やった。甘さ控えめでよろしくね。突然電話してしまってすみません。いいのよ、レイちゃんからのラブコールならいつでも大歓迎なんだから。ラブコールですか？それでどうしたの？何か悩み事？ハピアラ同士で手作りチョコ勝負ね。どうしてそんなことになったの？それが成り行きと申しますか、味もなんですけど、個性的かどうかも審査の対象になっているんです。正直なところ私には荷が重すぎます。それで私に相談したいというわけね。はい、今回はリンクさんたちにご協力いただくことができないですから。リンクちゃんたちと対決か。まあ普通のチョコだと勝負にならないわよね。エソラさんから見て私らしいチョコとはどのようなものだと思われますか？そうね、私から見ると素直で他人に優しいところがレイちゃんらしさかしら。あのとても嬉しいのですが、それはどんなチョコになるのでしょう？今回の勝負はお茶会なのでしょ？それならチョコをテーマにしてレイちゃんなりのおもてなしを考えてみたら？おもてなしですか？ええ、あまりひねったことを考えるのは素直なレイちゃんらしくないと思うわ。普段やっていること、練習していることの延長として考えるのがレイちゃんらしいと思うの。それに他人に対する優しさもおもてなしには大事なことでしょ？なるほど、茶の心はもてなしの美学。そこを考え抜けば私なりのチョコのあり方があると。うん、きっとレイちゃんにしかできないことがあると思うの。レイちゃんならあとは自分で答えを見つけられるはずよ。頑張ってね。はい、エソラさんのおかげで私なりの答えが見つけられそうです。ありがとうございます。いいのよ、さっきも言ったけどレイちゃんの相談ならいつでも大歓迎だから。ま
もしよかったら私の作ったチョコをもらっていただけませんか。うまくできるか自信ないのですが。あら嬉しい。じゃあ私も用意しておくわね。レイちゃんと友チョコ交換なんて初めてだし、気合を入れなくちゃ。気合ですか。うん、楽しみにしておいて。もう腰が抜けるほどラブリーなチョコをあげるから。できれば少し手加減していただけると助かります。